私が菅野保です。2月の27日火曜日、長官チェックの時間がやってまいりました。本日も15分で長官全勝だと斜め読みするという無謀な試みにチャレンジいたしますので、チャンネル登録の方よろしくお願いしたいと思います。例によって日経新聞からまいりましょう。日経新聞です。えーまあ、量子計算機の話も重要なんですが、まあ、それよりも重要なのはね、えー、こっちです。 金融庁融資の緩み点検へとコンプラ違反倒産が急増ということで粉飾決済等々のコンプラ違反で倒産している企業は増えてるってゅうんですね帝国データバンクによると2023年のコンプラ違反倒産は前年比26%増えてるっていうんですで、まあ、これはまあ金融緩和等々があったのでコロナ禍での融資があった等々で、えー、まあちょっと お金じゃぶじゃぶですねジャブジャブで、えーまあ、コンプラ的に緩い企業が増えすぎてて、えー、急遽倒産するっていう企業が増えてるんで金融庁がこれを引き締めにかかってるっていうのはこれはやるべきやと思いますちょっとね日本の経営観光は資本主義とは言い難いぬるいところが多いのでどんどんやるべきやと思いますねはいえー、とで、まあ、日経平均がまた最高値を更新したと最高値をえー 更新した、ニンテンドーのスイッチの後継期が来年3月にもというのが日経新聞の一面にこれ出てくる理由はなぜかというと、スイッチが出たのは2017年でした、えー、2017年から本日現在まで、ニンテンドーの株価、3倍に上がってるんですね、ニンテンドーが新機種を出すたびに株価が上がるということで、やっぱりこれは日経新聞的に1面に来る、他の新聞やったら、ね、社会面のベタ記事になるんですが、日経新聞的には1面になるということですね。 でその株価の話なんですけれども、えー、と昨日の日経新聞を買えと言いましたが、えー、昨日は国内的な話でしたが、まあ、今、アメリカの株高なんです,んです,んですね、でまあ、これ、相場的に AI 相場なんです、AI 関連企業の株が買われてるということで。 えーまあ、ちょっと日本は遅れを取りましたが、えー30、25年前の IT 革命に続く AI 革命が相場にもやってきた感じがしますな。はいえー、4面なんですが、政治資金の話は、まあ、日経新聞だけではなく、他でもいろいろやってますんで、そっちへ譲りましょう、えー。7面、これもちょっと相場の話で重要で、今日も日経新聞。 かなと思うのはこの記事を読むためです、えー、ドルがです、ね、国際、えー、基軸通貨としての地位を失いつつあるのではないかという分析記事です、えー、これはとても重要で、まあ、だからドル以外に例えば人民元が上がってきているのかとかと、とそういう話ではなくて、そもそも、えー通えー、あの国際基軸通貨という概念そのものがなくなりつつあるのではないかという話なので、これもとても重要だと思います。 はい、えー、もう一個重要な話は国際面ですな今日は重要な話ばっかりです、えーまあ、ゼレンスキーがゴタゴタ言うてるのはどうでもええんですけども、こっちです、えー、国会新ルートで輸出好調ということで、えー、国会の、えー、国会というと、共産党の者は国会というみたいですけども、国会ね、黒い海の方の、国会でのロシアの政界権が緩んできてるんで、海上を使ったウクライナの穀物輸送、 とうとうが増えてきてる、えー、小麦の相場が下がってきたという点ですね、ロシアもウクライナも去年豊作で、それの輸出が、ルートが新しくで、これ、戦略的にね、僕、結構ターニングポイントだと思います、日露戦争と同じ道をロシアは歩みつつありますな、はいえー、次なんですが、11面で、まあ、これも後で解説しますが、国際面で、パレスチナの自治政府が内閣総辞職して刷新しようとしているという話です、これも重要です、これは後でちょっと解説編でゆっくり話します。 日経新聞で僕が大声を出して笑ってしまったのが16面です。はいえー、と株価がた上がってるとね、カルビーがですねあの、値段が、株の値段がそう上がらないんですよ、笑ってしまいましたけどもあの、最高益出してるのにもかかわらず、株価が下がってると、上がらないということで、カルビーの株価のことを。 日経新聞がカルビー株価は塩対応カルビーだけにね。もうこれ見て俺3分間ぐらい笑い声で騙しはい。次読売新聞行きましょう。読売新聞です。読売新聞です。読売新聞の一面これちょっと衝撃的でしたな、えー。学校の事故が7割未報告なんですよ。しかも死亡事故がです。ちょっとありえなくないですか ありえななくないですかでこれまあ何でかっていうとその報告のフォーマットがないとかいろんなこと言うてるんですけどもそもそも外部に報告しなくてもいいと思える段階で俺は狂ってると思うんですよねなんぼ忙しかろうが何であろうがあともう一つ狂ってるなと思うのは2面のこの記事ですこれはまあ他の新聞もちょこっと書いてるんですがこれ意味がわからないんですよね 安倍派、韓流分の返金認めるとか、要はキックバックの分を派閥に戻すことを認めるいうてるんです。何言うてんねん、こいつら。あほちゃうか。あほちゃうか。4面です。 えー、菅さんがごたごたしてるよということを、えー、読売新聞は書いてますが菅さんが、まあ、いろいろ作動してると、ね、菅さんが、えー、新次郎と石破さんと、えー、河野太郎に期待を寄せているとでなので、まあ、いろいろマニューバーしているよって話なんですがき、まあ、昨日でも石破茂の名は完全に潰れたかなと思います。その話は後ほどゆっくり えー、次なんですが、えー、8面です、えー、これも重要な話なんですよね、これ、忘れたらいかんという話で、えー、よいしょ、えー、これ、忘れてはいけません、シリア難民、続く国境ってどういうことかっていうと、シリアから、えー、シリアの内戦で逃げてきて、えー、このあと、 トルコで被災したトルコ地震で被災したで難民で被災者になってしまったということですから極めて苦しい生活を強いられてるっていうんですね、えー、シリア難民の存在を忘れてはいけません2010年以降、えー、シリアの難民が世界史を動かし続けていますそれに気づけてないのは日本だけです、えー、今回の、えーえー、イスラエルの戦争 おーもう、えー、ヨーロッパの極右の対抗もアメリカのトランプの台頭も、まあ、ぶっちゃけシリア内戦が引き金でその引き金は何やったかというとアラブの春が引き金だったわけで、えー、我々はこの15年ぐらい、えー、ずっと SNS から発生した政治ムーブメントに世界中で悩んでると言っても過言ではないんですねアラブの春がフェイスブックから動き始めたということを思い出せばですよ。 はい、でそのフェイスブック等々、SNS から動き始めた日本のムーブメントというのは、一、えー、つはヘイトデモでした、そのヘイトデモを柴木隊が駆逐しました、駆逐した後の新大久保がどうなったかというと、コリアンタウン、イスラム横丁になって、えー、賑わいを見せてるっていうんですね、はい、社会から差別をなくすと、社会がいかに住みやすく、金も儲かるかってことが、これだけでもよくわかると思います。 えー、我が国の資本主義を阻害しているのは、えー、阻害しているのは差別です、人権意識のなさです。えー、っと、次、東京新聞いきましょうか、東京新聞です、東京新聞、ドン。えー、まあ、これもようわからん話なんですけどね、えー、っと、次、こっちです、不妊手術禁止は違憲訴訟ということで、えー、これ、まあ、あの、 母体保護法の要件をめぐって訴訟はおこ提訴が行われたということです。これはとても大きな話だと思います、えー、東京新聞行く前にですね。毎日新聞行こうかな。これえっ、ー、と産経新聞行っとこうか。 えと東京新聞に戻るんですが産経新聞のここを見ていただきましょう、まあ、昨日、国会があったんですが生林審の話は後で解説編で話します、えー、重要なのは、えー、首相が連座制罰金刑に理解ということで一面の型に産経新聞が持ってきてますが昨日、予算委員会で岸田さんが連座制に、えー、理解を示したという事実はありません。 これねちょっと産経新聞書き方が雑くて公明党の議員が言うたのはいいわゆる連座でではないんです僕が昔から言うてる、えー、会計責任者の任命責任を問うという形での議員本人への、えー、訴求的な。 罰です、えー、だからそのいわゆる政治資金規正法の不記載とか未記載とかうんぬんかんぬんで連座制をするんではなくてお前はちゃんとした会計責任者を選任しなかったよねという意味での波及過罰なんですで。これは厳密な意味での いいわゆるるアホリベラルの皆さんが言ってる連座でではないです。でこれ公明党なの案は、ね、僕はとてもいいと思いますでそんな議論が戦わされた、えー、昨日の衆議院の予算委員会でしたが衆議院の予算委員会では目玉の質問が2つありました内容というよりも面通ですね、えー、1つは石破茂が自民党の質問に立ちましたもう1つは立憲民主党側から野田佳彦が立ちましたですよ何ですよ っていうのが昨日の日,経え昨日の衆議院予算委員会だったんですが、産経新聞めくっていきましょう。産経新聞めくっていくと、政治面のトップ、野田さんの質問なんですよね。で、次が、石破さんの質問が、ずっとめぐって、6面なんです。で、石破さんの質問の内容には触れてなくて、石破さんに触れてるんです。 やっぱ石破さん、天下無理ですな。そのなぜ石破さんが天下無理なのかというのが今日のメインテーマですので、15分動画が終わった後の解説編でゆっくり話したいと思います、えー。ちょっとあちこち行きますが、東京新聞見ておきましょう。東京新聞見ておきますが、産経新聞が野田さんのことを先に持ってきて、野田さんの質問がさてよかったな、みたいなことを言うてますが、まあ、昨日の野田さんの質問もひどかった。 かったあのねえっ、ー、とちょっとねありえないと思うあの要はねそのなんていうのかなまあちょっとその話も後でするわ解説編するわちょっとありえない石橋裕も野田佳彦もちょっとありえないなと思いましたはいえー、で産経新聞続きいっておきましょうかえー 27名です27名これねこの間あの四国あの犬が死と噛んだ事件ありました十何人噛んだ事件ありましたがあの犬がね狂犬棒の予防接種してなかった予防接種率低迷狂犬病の危険性ということで狂犬病の、ね、予防接種の比率がね7割に落ちてるっちゅうんですよ。 これは文明の危機です。ワクチンぐらい素直に打て。はい。朝日新聞です。朝日のね、この記事はちょっと衝撃でしたな。日本の政治オタクからすると、えー、これはちょっと衝撃でしたね。3面ですが。91年の自民党の総裁選ですが、小沢氏と知られざる再会談ということで、まあ、小沢一郎の評判を一部では上げ、一部では下げ、 宮沢貴一が91年の総裁選の時にですねあの小沢幹事長の部屋にいて当時45歳やったっけな小沢さん小沢さんがふんぞり返っているところを年上の宮沢貴一が頭を下げて、えー、それを見て「小沢さんすごいな」っていう俗物と何、えー、てことさせるんだっていうまともな人と世の中の評価が分かれたんですけれども。 まあ、あのあと実を言うともう一回宮沢さんと小沢さんがお手てたっちうんですね。で例の、えー、と金丸の嫁はんがあの「ミッチーはダメよ」あのえー「宮沢さんよ」って言うたと言われてる伝説の、えー、竹下小沢、えー、金丸会談の前の日に秘密会談があったんだということを宮沢日録で分かったっていうことなんですね。これは 大スクープというか、今更30年前の話、所在ん練言われるかわ分かりませんが、そうやったんかーと、となるほどな、ようやくつながったっていう気がしますな。はい。えー、でね、えー、まあ、もうこの写真撮られてる段階でね、石破さん、天下だめですよ。だめ。で、えーと、まあ相場の話にあんまり興味がない人の会話、今日の。えー は,いは朝日新聞です、えー、憲法を考えるという5面の特集記事で、えー、政治資金って一体何なのかということを深掘りしています。えー、これはぜひですね、えーあの、キックバックで騒いでたアホリベラルの皆さんは、ぜひ読んでください。ぜひ読んでください。えー、9面、国際面でちょっと気になるところがあったので、9面をいじっておきましょう。はいえー、カンボジアの話なんですが、カンボジアがですね、 えー、首相の弟が副首相を就任して、えー、首相のお父さんが上院議長をやると、もう完全に一族支配が進んでいるということです、東アジアの悲しい現実かなと思います、29面、もう一個重要な記事が、時間がないな、えー、福島第一原発なんですが、えー、もうちょっとボロボロになりつつあると、えー、トラブルが続出しているという話ですね、廃、えー、液が飛散し、汚染水が漏れているということで、 福島第一原発、甘やかされすぎです。はい、次、毎日新聞、最後だけ、7面のこの、6面のこの記事、言っておきましょうか。えっ、ー、と、昨のの日経新聞を変えと言った理由はこれです。えー、伝説の相場師と言われる人が言うてるんですが、これね、俺と同じこと言ってるんです。えー、と企業業績が 案外、堅調なんです。だったら税制をどうすべきかという話になるべきかなと思います。株価は偽物ではありません。円安の影響、中国からお金が逃げている、うんぬんかんぬんのマクロ的というか国際的な要求はありますが、足元で日本の、えー、企業業績は極めて健全化し、改善しています。その状態でインボイスが始まり、一般庶民から金をむしり取る今の日本の税制は、 完全に間違っているということをさらに申し上げ、最後に消費税廃止を今日もまた強く訴えて、塩村彩香音喜多旬、平川え里の3人は頭が悪いということを今日も申し上げて、本日の15分動画といたします。さようなら。また明日た。